千代田区紀尾井町にある参院議員宿舎の建て替えをめぐり、石原知事と参議院の西岡武雄議員運営委員長は今日およそ1年ぶりに会談しました。しかし合意には至らず、千代田区も含めた3社で協議を続けることになりました。参院側が計画している新しい議員宿舎の予定地は都の風致地区に指定されていて、建物を建てる場合には都知事の同意が必要ですが、参議院と都の協議は去年12月以来開かれていませんでした。およそ1年ぶりに開かれた今日の会談では、西岡委員長が石原知事に16階建てを14階建てに変更し、緑地率を 52% から 60% に上げることなどを盛り込んだ変更案を説明し、理解を求めました。一方、石原知事は参院側が提出した変更案には同意せず、千代田区長も入れた3社で協議を続けることを提案しました。石原知事が以前から主張していた現在地での建て替えには、地元千代田区の地区計画により 1,2 階に会議室やコンビニなどのにぎわい施設を入れなければならないため、今回の提案に至ったとみられます。白紙に戻したわけじゃありません。私としてはそれも可能性としてはあるなと思ってましたけども、再協議と千代田意向も新釈してね、来週にでもですね、都と参議院側とですね、それから区の、ね、3社が出たですね、その協議会というのをやってね、その基本的な構想についてのそれぞれの主張を、ね、出し合って、それをどういうふうに折衷していくかというね、そういう協議会をしましょうということにしました。ではここで改めて両者の意見を整理したいと思います。こちらが紀尾井町の地図なんですが、まず現在の宿舎があるのはこちら、そして移転予定地はこちらとなっているわけですね。そして参議院はこの予定地での建て替えで同意を求めていますが、石原知事はこちらの現在の宿舎がある場所で建て替えをするべきだと主張しているわけなんですね。はい、そして参院側が東京都に示した変更案ですが、こうなっております。まず16階建てを14階建てにする、これで高さが56メートルから49メートル低くなるということですね。そして緑地率を 60% にする、これは周辺に新たに100本以上の木を植えるとか、大きな樹木は敷地内に移植するといった措置も含まれているということです。はい、そして東京都の案なんですけれども、このようになっております。東京都と参議院千代田区の3社による再協議を提案したということなんですね。こちらを今月中旬に開催したいということで、基本的にはしかし現宿舎での敷地で建て替えを主張しているということで、具体案は提示はされていないということもあります。角田さん、いかがでしょうか。私も、移転予定地見てきましたけどもね、さっきも言ってたシーとか欅の古木があってね、大変明るい感じの森なんですよ。で、参議院案だと 3LDK79 平米48戸、それから 1LDK50 平米32戸、これはあくまで宿舎ですかね、議員会館は別にある、合計80戸をね、今ねこの緑を潰してここに新宿舎を建てる必要があるのかどうか、私はやっぱり民の声、天の声に耳を傾けて結論を出してほしいなと思いますね。引き続き協議が続けられることになりそうですね。